まあ現状そうですね。ボタン押したら死体が消えますからね。そうなんだ、知らなかった。ありがとうございます。また一つ賢くなった。豚ゴリラ。めっちゃ緊張した。逃げろ逃げろ逃げろ。そうですね。ありがてえ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 。なんだよ。カイジ部屋になった。今回カイジでやろうかな。なんかね、口調縛りとかモノマネ縛りとかやっても面白そうだけどな。今回はやらないですよ。今回はやらないですけど。口巻き以前に何か、そういう恥ずかしめられそうで怖い。聞きたいな、先端さんのものが聞きたいな。すごい無言になったやん。最近モノマネやってないからな。やってないね。でもいっぱいやってたもんね。やってたね、昔はね。めっちゃ手汗やばくなってきた。ちょっとやめて、この流れいかん。この流れは。めちゃくちゃ手汗が。モノマネしまいとかじゃないですか。無言になったらやらなあかんみたいな空気になっちゃう。いや、今モノマネするか悩んだけど、ぶち込めなかった。メンタルが弱い。最後にこう捨て台詞のようにモノマネしようかと悩んだけどダメだった。何のモノマネがいいかな。マジで最近やってねえからな。レパートリーかっこわらは結構あるんだけど、チューニングしてねえからな最近。とんがり好き。チョイスが。次のさ、会議終わるタイミングで、とんがりぶち込むわ、急に。いや、とんがりさ、わかる？みんな。リッピー、アイテムや。とんがりもわかんない人多いんじゃないかな。わかるかな？結構モノマネでもね、やられがちだから、それでわかる人多いかもしれんけど。早めのポン。あ、いいと思います。いいと思います。もう死んでない。誰も死んでない。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。結構ね、積極的にサボタージュしてたけど、キルするタイミングなかったんだろうな。多分エレクトリカルに固まりすぎてたんじゃないかな。アドミンで見てたけど、多分停電の時にゴソって言って、多分そこからしばらく動かなかったから。エレクトリカルに集まった面々が、リアクター側にほぼ流れてこなかったのに O2 が鳴ったなっていう印象があって、そう、確かに。で、エレクトリカルにいた人が O2 鳴らしたんじゃないか説かなと僕は思っちゃってますね。なるほど。まあ誰かと断定はできないんですけど。開始位置教えてください。僕ストレージ O2 の前かな。O2 の時。リッピーストレージの上ぐらい。ここだったっけな。一タベポン。竹尾大津シールドとコミュニケーションの間くらいだった気がしますね。僕停電開けてからエレクトリカルっていうか、だったらエレクトリカルかな。私もビーターさんとあった気がしないですけど、あれ1田さんウェポンって言いましたっけ。はい、最後ですよね。ナイトメアはみんながエレクトリカルから出ていったのとすれ違って入ってるので、僕が入ったタイミング多分トリッピーさんしかいなかったんじゃないかな。僕ね、トリッピーです。あのね、エレクトリカルの一番左の作業をね、ナイトメアさんしてたんだけど、マジベント近くで俺めちゃくちゃキルされるかなっていう位置で、結構俺もその隣でタスクしたんだけど、あのもう僕たちが2人最後まで残ってたから、あのキルされなかったんで、個人的には白く見てるから、うん、ナイトメアさん。いや、あのね、それはね、僕が直前に2人いるところを見てるから、多分見てるんだ、うん、お互いキルできないと思う、その、うん、僕が、まあまあ、じゃあ逆に初手俺ナビカフェテリアウェポンナビゲーションに行くときに、なんかカフェテリアウェポン行くの俺とセンターだけで、ここでもセンターキルしなかったら俺個人的にセンター白いと思ってるから。みんなボート早っ。これも関係ない。スキップ。投票する流れではないのでっていうか、うん、あの死体がない状態で、うん、インポスターのキルクールタイムをこれでリセットするっていうボタンなので、うん、死体を隠す意図がないこのボタンの押しは、先端は白目でいいんじゃないでしょうか。そうですね。いいと思います。まあ現状そうですね。ボタン押したら死体が消えますからね。
そうなんだ、知らなかった。ありがとうございます。また一つ賢くなった。豚ゴリラ。めっちゃ緊張した。逃げろ逃げろ逃げろ。動けない。しかもクオリティどうだった？わかんない。頭真っ白。怖い怖い怖い。もうワンガスところじゃねえ。ああ。脈絡が脈絡がなさすぎるわ。怖いな。やべ、めっちゃバクバクしとる。インポスターの時よりバクバクしとる。心臓が。やべ、モノマネぶち込む勇気。うん、死体発見されねえな。これやったら、ドミン見て、死体探し行くか。スーパーエンジン。セキュリティ。メイドベイだな、これ。あ、スーパーチャットありがとうございます。ちょっと今コメント非表示にしてるので、後で確認します。はいはい、ああ、やっぱあったね。最後、あ、じゃあ場所先言うか。メトベイ。メトベイ。はい。で、行動の心理としては、アドミンで見たんですけど、ロアエンジに3人ぐらいいて、うん、メトベイ1で O2 なってるのに向かってなかったんで、あると思って行ったらありました。アドミンで見てたのを誰か、証明できると思います。うん。先読みました。ロアエンジン3人、現在、ロアエンジン3人っていうのは大体当たってると思いますけど、ロアエンジンにいて、もう2人ぐらいお見かけしてる、ね。あ、私もいます、ロアエンジン。うん、僕、ゲンさんとすれ違い、そこ全員しろ。ゲンさん、市田さん、サントスさん3人がロアにいて、アドミンにセンターさんと竹雄さんもいたってこと。あ、あとトリピーです。竹雄さん、多分俺見てるんじゃない？竹雄さんがアドミン側の酸素を、直したのを僕がその後ろで見てます。さらにそのトリピーの尻を私が見てました。O2 ナビゲーションは見てた？センターは見てない。もうすぐ向かった。O2 に俺と内藤宮さんいる。うん、そうね。でね、誰だったっけな、マットベイからね、カフェテリアの方向かった人いるんだよね。トリッピーさんか、だからサントスさんが容疑者筆頭だと思う。あら、そう、俺アドミンセンターが見てるのも確認してるよ。その前の行動を教えてください、うん、その前の行動は、俺ウェポンナビゲーションシールドの右回りだな。で、エレクトリカルで直して、上のタスクしようと思ったけど、ちょっとベント近くだからやめようって思って、アドミンって、あ、O2 が鳴ったからアドミンかな、俺は。うん、あ、私はストレージでなんか原油みたいのを入れて、その後ロアエンジンの方行ったら鳴ったんで、あ、行かなきゃっつって、アドミンの方に行ったみたいな感じです。なるほどね。うん、だから俺もアッパーとかメドウェーらへんはまだ1回も行ってません、トリッピーは。ぶっちゃけこれタイミングがわかんないですよね、死んだタイミング。うん、それはそう。うん、ちなみに、ナイト、ナイトメアなんですけど、スナパイさん、オーツ抜けた後、どっち向かったの？カフェテリア。うん。いや、マトベイからカフェテリア行ってる人がいたんだよね。まあ、ここはユルフア部屋なんで、僕はね、今、いましたよね。あら、出てきてください。いいんですか？僕から言いますよって言って、炙り出してもよかったけど。マトベイの前の廊下通ってた人見えなかったっす。酸素中ですけど。あ、セキュリティ一人いましたね。あ、気のせいかもしれないな。誰かは見てないのな。だ、結構前かもな。ごめんなさい、気のせいかも。豚ゴリラ。姉さん見た。あ、失礼。申し訳ないけど、その豚ゴリラを持ち込んでいく。まあ、ちょっと一瞬ひよったな。日和豚ゴリラになりましたね。か誰か見た気がしたけどな。ちょっと忘れてた。よく見とくべきだったな。え？はい、いいなし。何の、あ、
あ、すみません、あのドアの開け方が分からなくて殺されそうな気がしたんで、死ぬなら剣に使っといたがまだ役に立つかなと思って押しました。素晴らしいと思います。素晴らしい。ね、ドアはね自動で時間経過に開けます。ここ時間経過なんですか。なるほど、ね、さっきのコースター側のその17秒のクールタイムで締めれるんですけど、あの締めて何秒だっけ、開くのって分かんないけど、まあ一定時間経つと自動に開きます、うん、まあでもね、あの足止めになっちゃうので、うん、確かに怖いよね。閉じ込められて殺人、こんな部屋にいられるか、私は帰る。しかも停電治った直後だったから、キルが起きる前に、うん、めっちゃいいぜこれで。俺今センターの大丈夫だよこれ。いや俺なんか暗くなってるだけで、暗いから。いや待って、あ、これ多分殺されてるかな。うん、俺も殺されてると思う、これは。殺された直後に呼ばれるとバッテンが見せないとかあるんで、じゃあセンターさんの死体がどっかにあった感じだな、この感じは。あ、そうなんだ。だと思う。でも停電のタイミングで殺されて、ゲイさんは笑ってなかったから停電が治った瞬間で落ちてる。いや、言わなかったです。全然喋んなかったよね。ゲンさんもいた。ゲンさんもいたか、うんうん、センターもいたね。そうで、俺とトリッピーさんとナイトメアさんがさ、多分最後ネットメインに残ってて、先端とゲンさんが先に出てたのかな。そうですね、うん、でもゲンさん、その後ナイトさんを見かけしてないです、すいません。でゲンが殺したって言われても一番最後までできてたんですよね。というか僕がタスク中だから、多分他のスキャンのタスクがあった人は多分できてなかったと思うから。まあでも一旦あの動向を見守ってたという理由でゲンさんが一応殺したんじゃないかって市田さんはちょっと思ってる感じ。ちょっと、なるほど、ね、ナイトメアさんはないかな多分。あ、じゃあいいですか、僕ゲンさんにつけます。なぜなら私タスク終わってます。おお、すごい早い早い。あの私の別名爆速タスクマンと言われておりまして。すごい。はい、私ゲンさんにぴったりマークしますので、僕が死んだらゲンさんを殺しましょう。わかりました。あ、二郎はいるけどな。ってそんなゴロリみたいな言い方して。あ、もう豚ゴリラが聞けないなんて。もう豚ゴリラ変わった。豚ゴリラの意志は引き継がれる。僕の死体がこんなところにある。せんちゃんが重なってる僕の死体。今度さ、モノマネ、動揺が動揺が隠せてない。ちょっとモノマネ練習枠やるか、チューニングするか。今一番似てるのなんだろう、なんかだんだんさ、モノマネってさ、時間経つとなんか自己流になっちゃって似なくなってくんだよね、定期的に本気聞かないと。今かな、誰とか。あかりーん、今来た産業。どうですか、何点ですか。わかんない人もいるか、めっちゃ死んでる。やった、ゲンさんやった。これはもうゲンさんでいいんじゃないですか。ナビゲーションからスナパイさんめっちゃ遠い位置で待ってるんだもん、わかんないっすよそんなこと言われても。どこで見つけました。ナビゲーションの前の廊下っすね。あー、見た、あのシールドで、シールドがコミュニケーションあたりで、それゲンさんとスナパイさんが一緒にいたのは見てるので、はい、この後一緒に行ったのは見てるので、その後は誰かと見てます。ゲンさんって、ゲンはナビゲーションまでスナパイさんとご一緒してたんですよ。でナビゲーションのタスクが終わったなぐらいの時にアラートが鳴ったんですね。でスナパイさんはおそらくゲンに殺されるのが嫌だったんでしょう。なのであのかなり手前で待たれてましたので、もう分かんないですこれは。まあゲンさんだと思うけど、クロムさんともねコミュニケーションの前の廊下ですれ違ったから、ゲンです。なので私は最後トリッピーだって言いますよね。ちょっと残りの村の皆さんにお伝えします。ゲンは市田さんがセルフリポートした説が極めて、あると思っています。あ、マジですか。クロムさんっぽくはないんですか、ゲンさん的には。クロムさんが殺してスルーしてたパターンはもちろんありますが、今回のケース上市田さんの方を先にどうしても疑ってしまわざるを得ません。まあゲンの立場では、はい、そもそもゲンさんと、あ、いいですか、市田は竹雄さんとアドミンで見てて、はい、あの端末を、うん、でシールドに3人いたから、わ、これちょっと1人ぐらい死んでるかもって思って見に行った
たって感じなんですけど、うん、見てから行くあたりそれっぽく聞こえますが、村の皆さんあんまりそこは言わないでいただきたい。ケスタさんから見て誰が黒っぽい、クロムさんが、イチタさんとクロムさんですね今回のケース。いや、あ、イチタさん視点で言うと誰が源さんかなって思うけど、クロムさんもゼロじゃないかなって思う。でも最後トレッピーさんと会ってるんですよ。ああ合ってる合ってるっす。なんで、そのタイミングにはいない。その前に殺してると思うから。僕は一田さんはさすがに、うん、ゲンさんでいいのかなっていう気もしてるけど。一田さんだとは思いませんので、ゲンさんに入れます。なんで？一田さんはアドミンで自分と一緒にいたんですけど、わざわざ他のとこ行って殺す意味がないと思うんで。それぐらいの台本は。竹雄さんをその時点で。来てくれ！とんがり！ことでもある。あ、いいでよ、とんがり！行きます！言うな。あ。ブタゴリラがいない。間違えてミュート解除しちゃった。危ねえ危ねえ。シュッ！後付けでも大丈夫です。覚えておいてください。シュッって言わないとね。あのこれ、マイクと連動してますんでね。これ覚えておいてください。なんかあった？死んだ後はね、コメント見ますので、それまではなんか自由に推理とかもね、書いていただいて構いませんので。あ、せんちゃん！これな、名前せんちゃんです。で、このね、上に乗ってるのがタンちゃんですね。最近動画のエンディングでもね、使わせていただいております。はいはい。はい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 。誰か死んでる？死んでないよね。死んでないです。あ、了解。大丈夫です。あれ、ナイトメアさんってどのタイミングで死にましたっけ？ナイトメアさん、さっきのタイミングでもう死んでます。死んでます、ね。これ、ナイトメアさん死んでない？死んで、え、これ死んだタイミングで一緒に死んでたってこと？そうっす。うん、あ、そっか。え、これ、召集されてます？私なんか、召集部屋に行けてないんですけど。バグです、これ。バグです。どうすればいいですか？え、でもこれって確か、スキップをしたらサノさん復帰しますよね、多分。そう、復帰します、うん。じゃあそんなに気にしなくていいからサノさん。はい。会話だけ聞いておいてもらえる。じゃあ聞いてきます。はい。で、今状況としては、新しい死体は出てなくて、ほう。で、ナイトメアさんがさっきのところで落ちてるよねっていう話を今、うん、してるんですけど、うん、さっきの感じナイトメアさんって誰か見ました？出ないっす。なんか自分もしかしたらエレクトリカルの下で誰かとすれ違ったんですけど、あれ誰だったんだろう。ナイトミアさんだったか。え、ごめん、竹さんごめん。いつの話してる？ごめん、トリピです。いつの話してるそれ。スナパイさんが死んだタイミング。あ、そうだよね。スナパイさんが死んだタイミングだよね。その時にナイトミアさんの下も一緒に出てたんだよね。うん、出てた。うん、スナパイさん死んだタイミング何してたかな俺。トリピーさん、ね。あ、違うわ。俺メッドベイいたんだ。そうだそうだそうだ。一田さんと、一田さんとそう。メッドベイで僕は停電になったからアッパーエンジン寄りで、多分アッパーエンジンの下ら辺でなったんだ。すれ違ってるの俺じゃないな、それ。一田さんといた。アドミンに竹雄さんと、うん、僕とトリッピーさんの3人がいたタイミングがあったんですよね。うん。で、ああ、トリッピーさんは1人でアッパーエンジンの方行ったのかなって感じです。もしかしたらなんですけど、竹雄がロアエンジンがストレージに向かう最中に誰か一人ストレージがあったんですけど、それがナイトメアさんだったトリッピーかなって思いました。とりあえずスキップで大丈夫ですよね。はい、スキップします。メイドもします。ブタゴリラもします。ブタゴリラ、ありがてえ、ありがてえ。カイジ、あんたにいなくなってきてんだよな、僕。一番著しいよな、カイジが。だんだん自己流になってきてんだよな、カイジが。一枚タスク。いや、もう知ってる人少なそうだな、これな。
ってますか？みんなが吸ってるものも、あ、びっくりした、スナップ、あ、びっくりした。貫通したのかと思った。モノマネばっかしてて誰が何してたのか全然聞いてなかったよ。あうまい。このわちゃわちゃのタイミングでやられましたわ。なんか今目の前で死んだのはなんか死体はあったんだけど、なんか死体とトリッピーさんともう一人くらいいたような気がするけど、そう、サントスさんと、タケオさんもいたよね。また全員います。全員いたよね。で、ですね、俺一番最後です。クロムさん説明します。あ、私が説明しましょうか。お願いします。じゃあタケオさんお願いします。はい、アドミンの方を、市田タケオで直しました。で、その後二人で O2 に向かったら、はい、クロムさんが立ってました、直さずに。ちなみに O2 で直したのは私です。あの一番初めに入って、あのやってて誰か来たのか分かんないなと思って、パスワード打ち終わったら人いっぱいだと思って次に行く辺が見えました。サントスして、いや終わってなかったですよ。アドミンが終わってましたよね。アドミンが終わってました。アドミンが終わった、はい、多分竹尾さんの後ろ俺ついて行ったんだよね。多分竹尾さん的には見えてなかったかもしれないけど、ちょっと後ろ俺が行ってた、うん、でクロムさん、あの O2 のやるところの横に立ってたんで触ってないはずなんで。あ、今俺ですか？2回目ってことですよね。はい、2回目。最後のやつはサントスさんが、あまりにも遅かったらサントスさんを疑おうかなと思った上で、かつやってる間にキルされるのが怖かったので立ってましたね、隣に。これ、クロだってアドミンが終わってたら、もしクロムさんが一番最初にじゃあオッツにいたってことですよね、多分。違う、サントスさんが先にいたんです。あ、サントスさんが先にいたのか。はい、私先に一番初めについて、もうパスワード打ち始めてて、誰か来たかなと思って終わったら、なんか人いっぱいいて噛まれたって話なんで、竹雄さんの話と私視点を足すと、まあ、クロムさんっぽいかなと、あくまで私視点で見えますけども。でもわちゃわちゃにしたの俺じゃないっすよ。だって最後だって俺サントスさんの隣にいて、後で来たのがトリッピーさん、竹雄さんっすよ。だってそんなわざわざいたの。俺ちょっとここスキップします。わかんない。竹雄さんはどう思います？クロムさんだと思ったけど、サントスさん、見えなかった。サントスさんがもともといたんすよ。みんなで一緒に行動したいな。せめて31。本当なんだけどな。31で行動したいな。あ、豚ゴリラ聞けなかった。このマネのおかげで、マイナスアイより緩くになったね。バレちゃったかー、僕の狙いが。かー、空気変える僕の意図がバレちゃったかー。あれだったんだろう。全然、もう、モノマネのことばっかり考えてて、何も見てない、この人。もう、何にも見てない。トリッピーだったのかな？あ、見てる感じトリッピーっぽかったけどね。でも、3-1でっていうのはトリッピーいい提案だったね。ここぐらいしかチャンスないな。誰なんだろう。チャンネル登録ありがとうございます。よければ高評価よろしくお願いします。いい距離感ですね。ソーシャルディスタンス。でもなんかめちゃくちゃバランスいいかもね、この村ね。あ、スパチャットありがとうございます。さすが。おはくさん。もしもし。はいはい、すみません、ドリピー押しました。ちょっとみんなのタスク勝ちも考慮したいなって思って、タスクの位置確認したくて、なんか誰と一緒に行動するか、どの周りかとか言ってなかったんで動けなかった。
ごめんなさい、私画面バグってて今状況わかんないですけど、誰か死んでます？あ、誰も死んでません。4人です。4人のままです。ねえねえねえ、さっきのさ、酸素の時にさ O2 直したの誰っすか？私は、私とトリッピーさんがアドミン側に行ってました。竹雄です。 O2 やられると思ってたんで、もう O2 に待機してました。あー、じゃあ竹雄さんがやって戻アドミンに戻ってきたのか。そうです。クロムさんは何してたんですか？クロムさんは、いたじゃ、一緒にいたじゃないですか、最初。あ、最初にエレクトリカで、うん、シールド側から O2 に向かったらもう終わってた。あ、なるほど、終わってたのか。はい、そっか。だから、もう O2 に着いた瞬間に終わったのに誰もいなくてビビってました。あれ、誰がやったんだと。あ、誰もいなかったのか。そう、誰もいなかった、O2 にはもうその時には。そういうことか。あ、そう、白いね、トリッピー。そういうことか。発言がめちゃくちゃ。ボタン面白いね。竹雄さんすぐに戻ってきたんだよね。竹雄さんがさ、もし狼じゃないわ、インポスター側だったら、O2 側で待機して来た人を一人だったらやるとか、そういうのもあるかなとか勝手に思ったりはしたんだけど。私もちょっと誰も死んでないからな。竹雄さんが白いんだよ。竹雄さん意外と動きは白いかなって思ったりしたら、俺の中ではサントスさんかクロムさん。さっき、俺はトリッピーさんよりサントスさんの方が怪しいなって思っちゃったんだよ、さっきの1個前の議論で。なんでか、まあ、竹雄さんが黒川に視点を向けたじゃないですか、最初に。それは別に全然いい考えだと思うんですけど、はい、サントスさんって自分の証言をしない上で、その上で黒川釣りに乗った人なので、自分は一番インポスターかなって。人狼やってるな。なるほど。ちなみにタスクどれぐらい残ってます、皆さん。トリッピーです。タスクどれぐらい残ってます？終わってます。終わってます。ってないです、残ってます。で、私残ってる理由は、あの一人っきりで残してると殺されると思ったんで、はい、私視点で一番白いトリッピーさんと一緒にいて、なるほど、終わるより殺される場所を。ちなみにサンドさん場所覚えてる？さ、左の方。あ、オッケー。俺も左側、リアクターと俺ロアエンジンのあと2か所ぐらいだから、ちょっとできるだけ全員でね、今、はい、あの左側に行きたいっす。左側を消化して感じでお願いします。竹雄、今の感じトリッピーかなって思ってます。豚ゴリラ助かる。豚ゴリラ、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 豚ゴリラ。本気焦っちゃった。どないだっけ本気。あとチューニングショー、あとでどっか見て練習。チャンネル登録ありがとうございます。よければ今のキテレツじゃない、とんがりが似てると思った方は、よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 YouTuber。 もうここぐらいしかないね、やるタイミングが。どうする、ジャイアン。お前らいいか、お前らは俺の心の友なんだから、しっかりついてくるんだぞ。のび太、おい、どういうつもりなの、のび太。おい、俺たちはそういう関係になることはできないって、古事記にも書いてあるだ。ちょっとテンションやめて、ちょっと落ち着いてください。あと停電かな、 O2 より停電の方が狙いやすいかな。誰なんだろう犯人。クロムさんなのかこれ。わかんねえな。誰なんだろう。あ、もう今結構チャンスだったけどな。でも二人違うのか、白と黒。わ、あとちょっと出すか。はい。はい。死んでないですけど、はい。死んでない。ここで押すのめちゃくちゃ白っぽい。押しました。助かる。すいません。メドベイのタスクが、なんか、液体みたいに入れるやつ分からなくて戸惑いました。すみませんでした。それは赤いところじゃ大丈夫です。赤いところ。最初にですね、あの試験管の右下のなんかスイッチかなんかを押して、その後60秒間待たなきゃいけないんですね。あ、待たなきゃいけないですね。はい、途中でやめちゃったから怒られたわけですね。あ、いや、大丈夫です。それ1回離れても大丈夫で、60秒間経過した後に。
赤いやつを押すと、あ、タスクトリピ終わってます。私残ってるのがメドベイとエレクトリカルで残ってるんで、はい、メドベイが待つだけでもしかして終わるかもしれないですけど、はい、エレクトリカルが少なくともこっちでメドベイができたか怪しいみたいな状況で残ってます。メドベイとエレクトリカル残ってんの嫌すぎるな。でもその話聞くとトリッピーかなってやっぱ思っちゃうな。タケヤさん的にはタスク終わりましたよ、うん、僕で終わってるってことは、うん、でサントスさんだけしか残ってないんでしょ。そうだね、サントスさんだけ。サントスさんは、まあ、幽霊がちゃんとタスクをなしているのは全然だけど、トリッピーっぽいよな。サントスさんの言ってることは正しいねっていうことになるから、白と黒のさっき言ったタイミングあったよねって話ですか。残ってるのサントスさんだけなら僕終わってるんですけど。あーでも分からん。あんない、分かんない。でも俺のはここまあ武雄さん、クロムさん、トリッピーらへんまあかなって思ってたりするんですけど、こタスク勝ち狙うのでいいんじゃないですか。まずいのタスク勝ちはここでつ、逆にここで釣ったらもう負けでしょ。負け筋が O2 と、うん、リアクターと、あー、O2 もあんのか、2体上げられることですね。なんで、ね、タスちょっとリスクはある。いやでも俺タスク勝ちやりたいな。最悪死体見つけたらあとタンスさんメドベイからいきます。メドベイエレクトリカル順位でとりあえず OK です。誰だと思います？タキオさんなんじゃねこれ。いや違う、タキオ、え、いやでも、もうこれ誰も押せないよね。ここしかないね、チャンスは。あとはサボタージュ次第だな。いや、これ、あ、でも押させたのはでかいよね、インポスター的には。あ、リアクター確かにいいね。でいやもう間に合わねえか。あと回収だけだもんね。しかない、最後尾で行くしかない。あー、もうこれ終わりか。これ回収して終わりじゃない。トリッピーさん、クロムさん、トリッピーさん、やったね。サントスさん、サントスさん、これはうまい。サントスさん決めて。やべ、え、ちょっとそれぞれのこれはいいね。始まった回の動きを教えてもらっていいですか。あ、まあでも動き的にはね、多分リアクター鳴ったから3人閉じ込められてて、ね、サントスさんだけ別で多分やってたじゃないですか。そこで僕たち3人一緒になったんで、はい、まあ、俺してるのとクロムさんが武雄さんやって、クロムさんしてだと、俺が竹雄さんをやったからお互いになすりつけ合ってるっていう状態ですね今。そうっす。ねえねえサントスさん、さっきのさちょっと覚えてるか分かんないんだけど、これって投票したら票がポンポンポンって入ってくるじゃないですか。はい。それでさっきスキップ僕しか入れてなかったで1票だったんですよ。スキップに多分サントスさんどこにも押さなかったのかな、時間あったり、ね、誰が押したかわかんないですけど誰かが押さなかったんですよ、はい、で僕にだけ票が入ってたの覚えてます。僕に1票入ったんですよね、はい、それは竹尾さん絶対。あれって僕がスキップしたんですけど、僕はスキップをしてるんですけど、あれって僕がスキップをしてなかったら僕釣られる位置だったんですよ。これ多分村側からしたらここで誰か竹尾さんじゃなかったっけ。竹尾さん、じゃあ仮に竹尾さんだったとしても竹尾さんが釣られた、まあ、いい説得材料ではあるけど、僕に票入れてるのって竹尾さん村側じゃないですか。だから多分俺は竹尾さんじゃないと思う、はい、あれは村側だったら票入れないから、俺はクロムさんが入れてるんじゃないかなって僕は思ってたんですけど、トリッピー側の主張が今の分かったんじゃなくて、クロムさん側の主張で逆にトリッピーさんだっていうなんか理由はありますか。あ、いいですね。そもそも竹尾さん、俺はさっきサントスさんを怪しんでいて、かつ竹尾さんがトリッピーさんに向かった時にわざわざ竹尾さんを殺して竹尾さんの票を捨てる必要がないですね、黒川的に。あー、いいね。今までの話を聞くと若干トリッピーさんの言ってることの方が信頼できるかなっていう気がする。ありがてえ。そうな、さあ、そう、村的にはね、さっきの話し合い的に村的には誰にもね、僕たちに投票しないタイミングで票が入ってたら多分それはもう、でもそのまま意見ってさっきのやつを見てたら自分で捏造できることじゃないですか。はい、投票します。あと2秒です。あー、入ったか。いやー、うまかったけどね。トリッピーさんと君はどっちも勝ちだからな、これで。
俺だけわかんねえ。俺だけわかんねえ。サントスさん、なんと。いやあ、ドリピーがありがとう、頑張った。素晴らしい。いやいい試合でしたね。ねえ、そうですね。見どころいっぱいあったね。いや申し訳ない。ケンさんごめんなさい。いやこの前でもよかったな。サボタージュさんと。いや一個だけ思ったのがトリッピーさんがインポスター側だった側にこんなに上劣に喋れないなと思ったんです。いやいやサボタージュ舐めてるトリッピー。俺めちゃくちゃ喋るよ。武雄さん髪は本当にクロムさんのおっしゃる通りですよね。武雄さんはトリッピーさん疑ってたわけですから、武雄さんクロムさん目線で武雄さん殺すメリット全然ないですもんね。ないです。もう本当におっしゃる通りです。ないんで本当にトリッピーさん疑ってたんですか。はい、あの私の画面でですねちょっと致命的なバグが起こってまして、そうトリッピーとサントスさんが見えないっていうバグが起こってまして致命的ですやばえマジそうだから竹雄さんになんかずっと隣にいたのに直してないって言われてサントスさんやってんのになと思ってサントスさんやってんのに何を言ってるんだろうと思ってそう、その後よくよく見たらサントスさん見えねえな、あれトリッピーも見えねえじゃんってなってました。そうなんだ。それは致命的すぎるな。でちなみに竹雄提督とすれ違ってるのは僕で合ってますね。あ、そうなんですか。多分ロワーのあたりで、はい、で、て、あの O2 なってるのタイミングで僕逆走してるので、あれ、竹雄さんってトリッピーさんに入れました。直前にあれ、ひょう入れたのは竹雄さんじゃん、やっぱり。あ、入れました、トリッピー。入れてないですよ。何を言ってるんだろう。ちなみに僕はあのアッパーエンジでクロムさんに転ばされましたね、なる直前に。いやー、これクロムさんが負けた理由はね、一つですよ。豚ゴリラやんなかったことです。豚ゴリラ。それは俺余裕なかった割にたまにやってたから俺。豚ゴリラって言いながらとんがりなんですよね。豚ゴリラって言うとんがりですもんね。とんがり。豚ゴリラやりますって言うのにとんがりやって言わなかった。でもなんかね、あのね、発言もあるけど動き的になんかトリッピーは絶対に私を食える。タイミングが5回ぐらいあったんですけど、でもなんかそれトリッピー初心者だから噛まないっていう、まさかの仁義があるかっていうのをちょっと思い始めたけど、その辺はちょっとあのあんまりあのよろしくなくて、それだとちょっと、はい、なんかもうそれをトリッピーさんを判断するのが今後のその材料になってしまうので、これはちょっとあんまり、サンドさん議論中にそれ言わなかったから偉いよ、うん、そうだね、まあ、今後はあんまり言わない方がいいことかもしれないですね。でも人狼でもメタ発言はダメでもメタ推理はある程度許容される場面はあるから、まあ、うんうんうん、なそこら辺そう、まあ、ゆるふわでやればいいんじゃない。まあ、あのこちら側が意識することで、ほんのちょっと意識することであって、視聴者さんは、うん、あ、おいそれメタだろうってメタ警察にならないようにだけことではない、お願いします。はい、ちょっと気をつけましょうって感じで、敏感な人いるからね。そうそうそう、ちょっと言っときますね。楽しかったな。はい、ミミミミやりましょう。いや、本当にびっくりした。最後自分ので決まるっていうのはだから結構ドキドキしましたね。いや、めちゃくちゃいいキルだったんだよな。だからドア閉めて分断して、うんうん、そう分断されてめっちゃドキドキしました。そうそうそう。3人になれと思って3人、トリッピーさんと竹雄さんの3人になったら一番いいなと思って。うん、ちゃんとなってたんで、うん、竹雄さんを頑張って、いやあそこで、うん、あの3人で分断できるのすごいな。僕だクロムさんだったら竹雄提督の票を獲得するために3、あの竹雄さん入れた状態でサントスさん殺してたと思うから、うん、まあサントスさんにもし一言だけプレイングアドバイスをするとすれば、最後リアクターになった時タスク優先でも大丈夫でした。あ、いいですね。あ、わかりました。あのおそらくサントスさんのタスクがラストだったっぽいので、あれをやったらリアクターほっといてもタスク終了で終わった可能性があったって感じです。その辺のね、行動選択の妙が、タスクが全部終わった瞬間に勝ちが決定するって感じなんですか。あ、そういうことです。もうその瞬間でも大丈夫です。いや本当はリアクターがなってようが O2 なってようがタスク全員のタスクが終わった瞬間でピューンってなります。あー、なるほど。これがね、まあ、一つ行動のなんかチョイスの選択の幅になる。 ありがとうございます。あと僕、あれだ、あと僕見てて犯人分かんなかったんですよ、うん、で竹雄さんとクロムさん結構2人でいるのにキル発生せずにクロムさんがボタンを押してたんで、その辺の話がまあ結果論ですけど出てたらお互い白白ってなって疑いをもうちょっとトリッピーさんに向けれてたかなって思うんですけど、まあ、結果論かな。あの終盤めちゃめちゃ白かったですもんね、クロムさんの議論ボタンを押したの。